どうも、北海道トラベラースヌースムムリクです。今回は函館でおすすめの温泉を紹介したいと思います。大迫力の絶景天空露天風呂から穴場の泉質抜群ののんびりゆったりできる温泉、そして湯の川温泉発祥の地すぐそばの地元民が愛する激アツ温泉まで、ぜひ最後までご覧ください。函館では私が一番よく温泉は北海道一周の時にも行った函館山のふもとにある八千頭温泉で、今回まず最初に向かったのは湯の川温泉です。湯の川のエリアでは一番好きな場所ですね。すぐ隣の海峡の風ともつながっています。フロントで会計を済ませたらスリッパに履き替えます。もう修学旅行も行けるようになったんですね。大浴場は最上階です。日帰り入浴は13時から21時、入�浴料は900円。この辺のホテルでは比較的安めですかね。そしてここでお得情報、この日は26日で不老の日ということで日帰り入浴が通常900円のところ500円で入りました。めちゃくちゃお得ですよ。泉質はナトリウムカルシウム塩化物泉でちょっと塩分濃度高めです。源泉温度も高めな温泉です。そして内風呂、露天風呂からは函館の街を囲むように連なる山々とその紅葉と、最上階にあるだけあって景観抜群です。露天風呂の真下にも紅葉が綺麗になってましたね。そしてここの目玉はなんといってもすぐそばに函館空港があるんですよね。で、空港に着陸する飛行機が目の前を通っていくんですよ。これがもうめちゃくちゃ迫力で、特に飛行機とかね好きっていう人じゃなくてもめちゃくちゃ興奮します。この日もね、露天風呂に出た瞬間目の前を通り過ぎていって、もう道着も抜かれました。一応事前にね、発着陸の情報を確認してから入るのがおすすめです。出発便は滑走路の向こうへ旅立っていき、津軽海峡で旋回する様子も見られます。ほんとここはめちゃくちゃおすすめですね。
続いては函館の中心部から東へ約1時間移動します。この正面に見えているのが A 山ですね。昨年ね、この A 山に登ってますので、よければこちらの動画もご覧ください。大迫力の火山です。場所は本当恵山のふもとです。ここは恵山に登った後に入りに来たんですが、残念ながら去年はね、営業していなくて断念した温泉です。やっと入ることができました。こんな注意書きもあるのでご注意を。受付でもね、念を押されます。源泉温度 40.2、pH 2.2、 もかなりの酸性です。泉質はアルミニウム硫酸塩泉で、とても珍しくて、そしてね、道南では珍しい酸性のお湯です。浴室はね、こじんまりとしていて、北海道一周の時のね、斜里温泉の雰囲気とよく似ています。入った瞬間ね、ピリッと肌に刺激を与えるんですが、それもね、数秒で消え去ります。これよりね、強酸性だとこのピリピリ感がずっと続くんですが、それがない分ね、長くお湯に浸かれます。温度もね、40度くらいと低めなので、長湯するにはもってこいですね。この2つの穴から日差しが入り込む様子が、なんとも風情があってめちゃくちゃ良かったです。まあ、温度低めなんですけれども、結構ね、早い段階で汗が噴き出すくらい体が温まります。函館からはちょっと離れるんですけれども、ここまで来る価値は絶対にあります。いやー、いいお湯でした。めちゃくちゃおすすめです。さあ、最後に紹介するのはここ。これは湯の川温泉発祥の地の碑です。これも立派なイチョウの木ですね。そしてすぐ隣には湯倉神社があるので、ちょっとお参りしていきましょう。そして湯倉神社前にある路面電車の終着駅、
湯の川駅、ここから歩いて目的の温泉へと向かいます。さあ、函館山が見えてます。さあ、ということで今湯の川温泉入ってきました。公衆浴場の大成湯さんですかね、大きい森の湯さん。いやー、やっぱ湯の川のね、公衆浴場ちょっと半端ないですね。前回ね、あー今ちょうど飛行機が、飛び立っていきます。という感じでね、前回行った AG さんもかなり激アツだったんですけど、今回のね、大成湯さんもちょっとやばかったですね。源泉温度はね、一応64度かな。で、まあね、お店入る前に外でね、ちょっと撮影してたら、お店入った時にね、バンダイにいたおばあちゃんが、写真撮るならもうちょっとね、離れて道路の反対側行ったら全体がうまく撮れますよなんて言われましたけどね。いやいや、私の iPhone だと超広角で撮ればね、まあ近くにも全然全部入りますよとはね言えなかったんで、ああそうですか、ありがとうございます、じゃあ帰りに撮りますねなんて言いながらね、お店入って、まあなかなか気さくなおばあちゃんでしたけども。でね、中入った時はね、ちょうど誰もいなくて、私一人でまずね体洗って、浴室はね本当昔ながらのね大衆浴場というか銭湯みたいな感じでしたけど、でカランとシャワーね、ちょろちょろっと出るような感じのシャワーがありました。で、浴槽がね、3つあったんですよね。まあ大きさはそれぞれほぼ同じぐらいの大きさなんですけど、一番左側と真ん中と一番右側。まあ図面で説明するとこんな感じですね。で、一番左端のね、ところに源泉が駆け流れてるって感じでしたね。で、それぞれね、一番左、真ん中、一番右とね、水を出す蛇口があったんですけど、まあそれもね、ちょっとボロボロな感じで、これもすぐ壊れるんじゃないかみたいな感じの蛇口でしたけれども。で、その蛇口からね、一応水出していいんですけど、一番左端がね、やっぱ源泉から流れてるということで、まあ多分一番熱いんじゃないかと思って、まあまずね、入って、掛け湯をしようと思って、その、ね、一番、まあ温度が低いであろう、一番右側のね、浴槽のお湯をね、体にかけました。で、これがね、やっぱね、暑いんですよ、とにかく。まあ、体感ね、45度くらい。まあ、ただね、私45度くらいならなんとかね、入れるくらいの温度だったんで、まあ、とりあえずそれかけ湯して、まあ、結構ね、10回くらいかけ湯しましたね。で、その後、真ん中のね、おそらく中温だろうと思われるところの、お湯を太もものあたりにかけましたね。いや、これが、いや、もうやばかったですね。もう暑かった。体感で50度から52度くらい。いや、もうこれは絶対入れないと思いましたね。で、まあ、最後のね、その一番左端の、お源泉、かけ流しのそのままのお湯。ここはどんな感じなんだろうと思ってね、足先だけね、ちょろっとかけました。いや、もう、これ入ったら絶対やけどするなっていう感じの温度でしたね。まあ、一番右端がね、ちょい熱。そして真ん中がね、もう激熱。もう正直これも入れないですね。真ん中も激熱。で、一番左はね、もうこれはね、トップオブザホットですね。
おそらくこの世の温泉の中では一番最高なんじゃないかっていうくらいの暑さなんじゃないでしょうかね。まあもちろんね、源泉温度が高いところは、ね、90度とかそういったところはいくらでもありますけど、実際に人が入れる浴槽としての温度としてはね、おそらく最高レベルなんじゃないでしょうかね。まあ今まで私が入った温泉で一番暑いと感じたのは、ね、知床のね、ラオスにある無料の公衆浴場の熊の湯さんというところ。あそこはね、まあ、お湯には10秒くらいしか浸かれなかったんですよね。多分あそこでも50度ちょっとかな、だと思うんですけど。でもね、掛け湯はできるレベルだったんですよね。でもね、今日行った大成湯さんはね、掛け湯すらもできないですね。あの、中温というか、激圧のところでも、ちょっとね、掛け湯は無理ですね。もう一番左端はもう問題外ですね。でね、私の後からね、3人、4人くらい入ってきたのかな。で、私の次に入ってきた人はね、まあ体を、なんかね、私が出るまでずーっと体とか、頭とか、もうずーっと洗ってましたね。お湯に浸かるところは見てないですね。で、その次に来た人はね、その一番左端の、カランのところに行って、まず体を洗って、あ、その前に掛け湯してましたね。で、その掛け湯した後に体を洗って、で、その後ですね、いよいよお湯に浸かるっていう時に、どこに入るんだろうなと思ったらね、やっぱりね、右端でした。一番温度の低いところ。で、私入った時はね、水は入れなかったんです。でもその方はね、水を出してました。で、水を入れて、ぐるぐるかき混ぜて、まあ30秒ぐらいですかね、お湯に浸かってすぐ出ました。まあ私でもね、一応、まあ、2分ぐらいは浴槽に浸かって、まあ出たり入ったりを繰り返してたんですけど、まあお水はね、1回も入れなかったんですよね。まあ多分私以外の方は全部地元の方だと思うんですけど、永住さんはね、結構観光客の方もいらっしゃってたんですけど、今回行った大成湯さんはおそらく全員ね、地元の方だと思いますね。で、その一番左端の浴槽から真ん中の浴槽、そして一番右端の浴槽ってね、お湯がどんどん流れ込むような感じになってまして、ね、ちょっと段々だんだんになってて、一番左端がちょっと高くなってて、で1センチぐらいね、真ん中のところが低くなって、でさらに1センチ一番右端のところの浴槽が、ね、低くなってるみたいな感じで、お湯が、右の方に流れていく。なんで一番右端がね、温度が一番低いという感じでしたね。でね、3番目に来た方はね、ちょっと掛け湯だけして、もう直接そう、やはりね、一番右端のところのお湯に浸かってましたね。この方はね、結構ね、一番長くお湯に浸かってましたね。3分ぐらいは浸かってたんじゃないでしょうか。まあ結局ね、やっぱりね、その激圧の浴槽と、ザ・トップ・オブ・ホットの浴槽、誰も入りませんでしたね。まあそんな感じでね、いやー、まあ私はね、1分使って出て、で3分ぐらい休憩して、1分使って3分休憩してみたいな感じで出たり入ったりを繰り返してたんですけど、もう体がね、もう1分使って出たらもうサウナ状態ですよね。もう汗が全身から吹き出して、サウナ入ってるよりもなんか汗吹き出してくるみたいな感じでしたね。いやー、やっぱ湯の中、公衆浴場、やばいです。まあでもね、塩分濃度はね、湯の中ちょっと、あれですね、液体の温泉と比べると塩分濃度は低くて、まあナトリウム塩化物ね、普通の。強塩泉じゃないので、まあマイルドな塩気。まあ、ここ来る前ね、塩ラーメン食べたんですけど、その塩味よりもちょっとね、マイルドというか、半分ぐらいの塩分濃度みたいな感じの、しょっぱさ。まあ、しょっぱくもないっていう感じですね。もう非常にいいお湯でした。いやー、暑いけどね、やっぱまた入りたくなるお湯でしたね。
やー、湯の川最高です。ということで、いかがだったでしょうか。函館温泉、函館には湯の川エリア、恵山エリア、駅前のホテルエリア、八千頭エリアといろんな泉質の温泉が楽しめて、ほんと楽しいですよね。皆さんもぜひ函館温泉楽しんでみてはいかがでしょうか。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。いいね、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイビー。